kid back. O'Hara! はい、皆さんこんばんは。まあ今夜お待ちかねお待ちかねお待ちかねのブルースリーですね。どうしてそんなにお待ちかねと私が申しますかと申しますと、もう若い人の手紙でブルースリーブルースリー燃えよドラゴンやれやれ大変なんです、本当なんです。この間なんかも手紙でブルースリーのとこを書いて見えまして、たくさんたくさんいっぱいブルースリーの字が小さく書いてあるので、一体どれだけ書いてあるのか私これ数える間がないので、テレビ局の暇な方に呼んでもらいましたら2000書いてあるんですね、ブルースリーと。やっぱだブルースリーがお好きなんですね。まあそういうわけで今日皆さんがご覧になったら、もう皆さんもよドラゴン2度3度もうご覧になってるでしょうけど、もっぺんご覧になってごらん今日。そうか、やっぱりブルースリーは子供若い人誰にでも好かれるなということがまた改めてお分かりになりましょう。見てますと顔が日本人そっくり、これがまたいいんですね。身近でゲイリー・クーパーよりもブルース・リーは本当に隣のお兄さんみたいな顔、これがいいんですね。それと足腰手この動きがすごい、この闘技いいんでしょうか、この敵と向かった時のこの足の動き手の動き腰の動き、これはリズムですね、リズムですね。さあすごい、それで長い棒を使った時の使い方、強撃ですね、あの強撃の動き方ですね。それにヌンチャックチャンチャ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 ンやりますね。あの見事なこと、綺麗なこと、そして顔がブラーンと震えますね、瞬間に。本当にやってますね、瞬間の顔は見事なもんですね。だから若い人はやっぱりこの純粋、本物に心を打たれなさるんでしょう。私はつくづくブルース・リーの見事さを感じましたけれども、これは1973年の作品、この映画の後でブルース・リーは亡くなった、32歳惜しいでしたな。だからこの作品は本当に記念的なブルース・リーの作品ですね。それに共演がそうですね、ジョン・サクソンですね、あの許されざる者、あの出ている粋な粋な男、それにもう一人ロサンゼルスで空手道場を持っている本物の空手の、先生の、そうね、黒人ですね、ジム・ケリーが共演しております。それがまたいいんですね。それに監督がロバート・クローズけど、音楽はラロ・シフリン、これがまた粋ですね。そういうわけでこの作品は見事です、見事な作品ですけれども、あの会長すごい叫び声やりますね。これはもう本当にブルース・リーファンにはもう絶対に聞きたい声。今夜は本物のそのブルース・リーの声の会長の叫び声を入れて皆さんに楽しんでいただきたいと思います。さあゆっくりご覧ください。後でまたお会いしましょうね。はい、皆さん、やっぱりブルース・リーの本物の闘技、これはすごいですな。このブルース・リー、サンフランシスコに生まれましたね。お父さんは有名な舞台のこの広東劇の俳優でしたね。この息子さん、本当の名前はリー・チェン・ファン、それがブルース・リーになったんですね。ああ、見事な俳優ですね、惜しいですね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。憧れ、そして宇宙への夢があなたのハートを熱くする。スティーブン・スピルバーグ監督が送る SF スペクタクルファンタジー、未知との遭遇。いよいよ来週は未知との遭遇ですね、見たいですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。